どうも大之助です。ということで今回は1月に宣言したこれやりますっていうふうに言った目標がちゃんと達成できているのかっていうのとあとは2月はこれやりますっていうやつをあの今回宣言したいなっていうふうに思いますであのまあ今僕の作ってるブログの画面をお見せしてるんですけどあの、まあ1あの結局1月にやりますっていうふうに言ってるやつと2月にこれやりますって言ってるやつの URL 全部概要欄に載っけてます。でまああの 百分は一見にしかかいうかあの僕が嘘ついてないようにまずチェックしていきたいんですけどまず1個目は1月中にやるって言ってた記事は3つあるんですよねこの画面に画面の中央に見せているかあの上から勝手に成長好奇心のメリットを打つときたい方と語彙力を鍛えるメリットとでその次体調を崩さない方お疲れにくい体を作る方法これらもねいやちょっとめちゃくちゃギリギリだったんですけど今1月31日に書き終わってあの早速投稿してるんですよねでわーっていうふうにあのいっぱい書いてるんでほらもうスクロールしたら スクロールバーがこんなにあるの分かると思うんですけどとりあえず疲れにくい体を作る方法を書きましたとで次語彙力を鍛えるメリットですねこれも同じように目次からわーっといっぱい書いてますと詳しくはご覧くださいとであの次好奇心のメリットですね好奇心のメリットもちゃんと書き終わりましたよと目次も踏まえてねわーっていうふうにあるんですけどということで1月ね宣言した目標を何とか達成できましたいやーよくやった大之助あのー YouTube で宣言してないと多分ちょっとできなかったんじゃないのかなっていうふうにも思うんですけど、あの、なんか自己改善の話とかをね、あの、声高に叫んでいるやつなんで、あの、僕はそんなことを言ってるんで、ちょっと有限不実行というか、口だけ人間っていうふうに思われたら嫌だなっていうふうに思った僕のそのじ自己像というか自分のアイデンティティを守るためにっていうふうに思ったらね、やっぱりね、あの、なんとか、あの、書き終えることができましたね。で、あの、 ま何だろう2月にやることなんですけど、まあ、基本的にブログを1週間に1記事書きたいんですよねで何やるのかなんですけど2月にやるやつはこの今画面に見せているような上から言うと共感,能力共感能力のメリットや期たいから共感能力って相手の気持ちに寄り添う力ですねでその次に最高の子育て大之助別に結婚してないし子供もいないんですけどあの一般論としてあのこういう家庭環境がいいよというか親ができることって何があるのみたいな話だったりまあ食生活だったりね あの睡眠だったりとかそしてあの子供ができたらこういうふうに生活が変わるよっていう、まあ、あの僕の友達でね僕の大好きな友達があの、まあ、2月からパパになるんですよねだからあのちょっとでも彼の役に立てるような情報を提供したいなっていうふうに思ってるのもあってあの今月はこの「最高の子育て」っていうあの記事もリサーチして書きたいなっていうふうに思います。でその次が メンタルを鍛える、シャボン玉メンタルを変える14の習慣ということで、まあ、大之けメンタル激流は人間なんですけどそんな人間がある程度メンタル強くなったというかいろんなことに挑戦できるようになったっていう僕の実体験も踏まえてメンタルを強くするために日頃何したらいいのっていう話をあのお話ししたいなっていうふうに思います。であの4つ目が自分に自信をつける方法、まあ、それもメンタルの弱さと結構関係してるんですけどこの自分に自信をつけるために何したらいいのとであのっていう話をお話ししたいなっていうふうに思うんですけど。あの 今見てもららったら分かるんですけど中身スッカスカなんですよねよ。さっき紹介した4つの記事全部中身スッカスカ状態なんでただ URL を作ってるんでこれを2月の間あの1月と違って2月はあの31日じゃなくて28日までしかないんであの <laughs> あの1月の時よりもペースを上げて書いていきたいなっていうふうに思うんですけど何せよそのなんか皆さんに単価を切るというか俺はこれをやるぞっていうふうにあの言っておくことによって大之助の,その,その自制心をあの鍛えることができてるんで。 ありりがたいななって限りなんで,すよ、ねであのまあ、皆さんもぜひコメント欄とかで「2月はこれをやりたいです」みたいなやつをあの例えば「1日1回スクワットを習慣化します」だったりとか「自分は今トイックの勉強してるんですけど1日10分机に向かって勉強します」みたいな「2月中に習慣化させたい目標だったりとか自分も副業やっててこれて あのこのブログ書きますみたいな風に URL 貼っつけてくれてもいいんで皆さんも是非コメント欄とかに書いてみてほしいんですよね。というのも、まあ、人間ってその、まあ、意志力がめちゃくちゃ弱い人間だからそのだあ人間ってその意志力めちゃくちゃ弱いんですよね。 だからあのダイエットだってすぐ失敗するしリバウンドするし勉強だって長続きしないじゃないですか。というのも僕たちの戦略が自分一人で戦おうとするんじゃなくてあの自分ととと同じよように切磋琢磨し合えるるる環境をを作るとか仲間を見つけることが重要なんですよだから僕地元の友達とかあの仲のいい社会人でできた友達とかに対してもおあれをやるこれをやるっていうふうにあえて態路を立って宣言してるようにしてるんですよね。でその方法の一つとしてもこうやってその動画サイトを使ってあの2月にはこれをやりますっていうふうに宣言するようにしてるんですよね。 であのそうすることによって僕の地元の友達とかも僕の動画とか見てくれてるかもしれないからだから <laughs> 嘘つきになりたくないなっていうことで自分のアイデンティティを守るために頑張れるようになるんですよね。で同じように皆さんもコメント欄にいろいろ「これやります」っていうふうにコメント書くことによって、まあ、少なくとも大の助は皆さんのことを応援してるしあの僕が疲れてああもうなんか宣言したけどやっぱやめようかなっていうふうに思った時とか皆さんが「これやりますあれ,やあ,れやあれやります」みたいなふうに言ってくれてたら「あみんなも 僕の動画を見てわざわざコメントまでしてくれてるんだから彼らも頑張ってるんだから自分も頑張ろうという風に僕も自分に勝つを入れることができるんですよねだから皆さんと僕ががおお互いにお互いいににをを励まし合ってて目標を達成すするるためのコミュニティが簡易的に作れてるわけなんんででよねで皆さんもあの僕だけじゃなくて同じようにそのコメント欄でなんかいろんな「これやりますあれやります」みたいな風に言ってたらあ「あイ大之助の動画を見て自分を変えたい」っていう風に思っている人間が僕や私以外にもこんなにたくさんいるんだっていう風に思ってもらえたら あのよりなんか勉強にしろ、まあ、資格試験取得にしろあのダイエットにしろいろいろやる気が湧いてくるんじゃないのかなっていうふうに思うので、まあ、僕たち人間は社会的動物で群れを成して生きて進化してきたんですよねだから群れからはじかれることとかあの嫌われることをめちゃくちゃあのあの恐れる性質があるんですよでその性質をうまく利用して群れからはぐれ者にならないようにあいつはなんか口だけ人間だぞっていうふうにあの疎まれないように軽蔑されないようにするためにも目標をいろんな人たちの前で宣言しちゃおうって話なんですよねあの、まあ、漫画の主人公たちだって あのちゃんと宣言し,してるじゃないですか黙々とやってないじゃないですか海賊王に俺は海賊王に俺はなるだったり噛んじゃった重要なところで噛んじゃったんですけど。 とか鬼仏寺無惨の首を俺は切るみたいな風に言ったりとか山尾は俺は倒すみたいな風にあに「スラムダンク」の花垣「花垣竹道」はあれか「東京リベンジャーズ」か、えーえー「桜木花道か」か言ったりとかしてるじゃないですかだから目標を宣言することって大事なんですよあの。目標を宣言しなかったら失敗したところで大してデメリットないじゃないですか自分,自分ルールだからね。だけどあえて退路を断つことによっていろんな人たちに宣言することによってむしろ目標達成率は高まるんですよって話だから大之助は「 あのその方法の,あの自分を追い込む方法としてこうやってあの2月はこれをやりますっていう風に宣言しますだから同じように皆さんもあの何か簡単なやつでもいいあの今年は自分変えたいなっていう風に思ってるんだったら例えば1日の終わりに1行日記を書くっていうのを2月の目標にしますみたいなやつでもいいんですよ。あの人それぞれぞののペースがあるので 自分はこれを習慣化させたいと思ってますってやつをめちゃくちゃハードル下げてこれどんなに疲れてても筋肉痛でも二日酔いでもできるだろうみたいなやつをあんっていうような習慣を。あの あのまあ、目標設定をぜひコメント欄で書いてくれたらあの大之助としてもやる気が出るし多分皆さんとしてもやる気が出るんじゃないのかなというふうに思うのでお互いのメリットのためにもぜひあのなんか皆さんも2月にやりたい目標設定喋ってみてくださいということとあとあの今回僕がお話ししたその2月中にこれやりますっていうふうに言ってるあの、U、概要欄にも入れてる URL 入れてるこの記事があの3月1日になってできてなかったらぜひそのコメント欄で炎上というか「お前口だけ人間じゃねえかボケ」っていうふうに言ってほしいんですよね。 そうすることによってあのカも絶対2月中にこの宣言した4つの記事はあのちゃんとリサーチしてあの、まあ、魂を込めて執筆したいなっていうふうに思うので皆さんもあの力を貸してほしいし僕も皆さんの背中を押していきたいなっていうふうに思います。ということで2月の目標宣言と1月に宣言した内容がちゃんと達成でき,できているのかというチェックポイントでした。ということで今回は以上バイバイ